席を捕獲することはできなんだか。まあよいわ。まずは少量でも忌み地さえ手に入ればそれでよい。しかしミザリーに道を与える結果ともなりました。分かっておる。あの身の程を知らぬ小娘が相変わらず勝っておしおるわ。 それに、忌み地の姉妹じゃな。あのままにしておくこともできぬ。<笑>では、サキを再度捕獲しにかかるとするか。奴の体は実験体として有用な存在と言える。 しかし万が一、先を捕獲できぬようならば、姉妹もろとも始末せよ。ミザリーに来い。問題は、先を捕らえるにはまず、キャツらの所在を突き止めねばならぬことじゃが。よし。組織を公にさらす恐れがありますが。何？心配はいらぬ。 世間に組織が知れたところで、先の忌み地を手にしては今、我らに敵対するものなどありはせぬわ。ははさて、この作戦、お前にも参加してもらうぞ。できるな？かしこまりました。仰せの通りに。 Yeah!
Thank you.
Thank you.
Ya. Thank you.
お久しぶりね、アヤ。変わりはないかしら？レイコ、私は相変わらずよ。あなたは、なんだか少し雰囲気が変わったみたいね。でもね、変わらないものもあるのよ。見て、あなたにつけられたこの首の傷。いくらファンデーションを塗っても浮き上がってくるのよ。これはきっとあなたのことを忘れないようにってことなんでしょうね。
私の方は忘れてもらってても一向に構わなかったんだけどね。でも悪いことばかりじゃないのよ。あなたと一緒に倒したあのエヴァの意味地、組織が行っている研究にすごく役に立ったわ。あら、どうしたの？いや、急に黙り込んじゃって。調子でも悪いの？私は後悔しているのよ、レイコ。あなたの姿を目の当たりにして、自分の甘さにね。あの時、私がちゃんととどめを刺していれば、今回の騒動も起きなかったんじゃないかって。本当にそうね、アヤ。あなたにしては信じられないほど甘いミスだったわね。でも、だったらどうするつもりなのかしら。サキ、アンナ、ここは私に任せて。あなたたちは先に行って。でも、お姉ちゃん。心配しないで、サキ。すぐに後を追うから。アンナ、サキのこと、よろしく頼むわね。ええ、わかったわ。任せて。アヤ、あなたも気をつけてください。まあ、嬉しい配慮ね、アヤ。誰にも邪魔されず、あなたと戦えるだなんて。レイコ、おしゃべりはもうおしまいよ。今こそ、過去の禍根を断ち切ってやるわ。
おりゃ強っ強っやっこんなのどうかする。強っやっほらほらこんなのどうかする。やっやっ
すがにやるわね、アヤ。やるも何も、レイコ、もしかしてあなた本当のバカ？あなたの力じゃ私に勝てないって、もう分かってたと思うんだけど。あや、あなたこそ忘れてるんじゃない？この私の体の秘密を。秘密？そう、まだまだ終わりなんかじゃないわよ。こんなものじゃ終わらないのよ。何なのこれ、クローン？そうよアヤ、これ全部私なの。これでもっともっと楽しむことができるわね。悪趣味にも程があるわね。けど、これでやっと面白くなってきたって感じね。
Oh, yeah, yeah.